学んできたことからいくと、どう言ったんですかね、こうキュッとこう、もうネギいらんわ言うて。皆さんこんにちは、大園秀樹です。今日のテーマは記事の耳の部分、いわゆるセルビッチについて少し豆知識的に話したいと思います。僕らがよく使わせてもらってるデニムの幅っていうのが、いわゆるそのシングル幅といいまして、結構幅の狭い昔ながらの力織機っていう、カッチャンカッチャンっていう昔ながらの機織機で織られた生地を使ってるんですけども、要は端の部分ですね、端の部分が耳の部分で、詳しく言うと、まあもう少しあるんでしょうけども、大きく分けて2つの耳の形状があります。赤耳とかって言われてる部分ですね、そこの部分で平織りの耳と綾織りの耳っていうのがありまして、でまあ最終的にはまあ好みにもなるんですけども、うちが使わせてもらってる生地に関しては綾織りの耳が多いんですね。っていうか、まあ全部あの綾織りのものを使ってます。っていうのが、綾織の場合、まあ、特にまあ僕らあの、まあ、業界の中でだけかも分かんないですけど、巻き耳っていう言い方をしまして、生地を平たく置いて、こう生地をこっち側に、まあ、あの耳の部分、耳がこうありまして、耳の部分をこう爪でこういうふうにあの持ってきた場合、その耳の最後がこう、どう言ったらですかね、こうキュッとこう、キュッとこう最後はこう曲がると言いますか、だからこう持ってくると、爪の先が最後ちょっとこう引っかかるような感じになるんですね。引っかかるまま巻き耳っていうのが、生地を平たく置いて、こう生地をこっち側に、まあ、あの耳の部分、耳がこうありまして、耳の部分をこう爪でこういうふうにあの持ってきた場合、その耳の最後がこう、どう言ったらいいですかね、こうキュッとこう、キュッとこう最後はこう曲がると言いますか、だからこう持ってくると、爪の先が最後ちょっとこう引っかかるような感じになるんですね。引っかかるまま耳のあたり、まあ、ジーパンの耳のあたりが強く出やすいっていうメリットがあります。ただし、生地が織り上がった後の整理加工っていう部分の工程になった時に、先っぽがこうちょっとクッと曲がってるっていうことは、整理加工をしにくくなってる。要はそこでやっぱり一つの技術といいますか、一手間慎重にならないといけないっていうことで、生地の中でも大量に生産されていた時代とかは、結構平織りのその耳が多かった。僕が学んできたことからいくと、平織りっていう部分は大量にする時には有利であり、その分あの構造的にも耳の部分が単純な構造になるんで早く折れる。綾耳の部分で赤耳とかいろいろこうステッチをまあ真ん中に入れるんですけども、そのステッチを際立たせるためには、綾よりも平織りの方が目立ちやすいんで、あえてそういう風にしてるっていうこともありますので、今言ってる話はどっちがいいとかどっちが優れてるっていうことではないんですけども、巻き耳という部分だけで言うと、耳のあたりが出やすいっていうことで、まあ、僕らは巻き耳の方を極力探して選ぶようにしています。皆さんも一回どこかのお店で売ってるものとか、まあ、ご自分が持ってるセルビッチとかを爪をこう立てて一回シュッて引っ張ってみて、巻き耳かどうかっていうのを調べてみるのも一つのまあ楽しみかもわからないなと思ってご紹介させていただきました。巻き耳と平織りの耳の選び方っていうか、まあどちらが好みかっていう部分ですけども、当たりを強くつけたいっていう人は巻き耳を選ばれる方がいいかもわかんないですね。例えば今耳の中にも一本の赤耳っていう、その赤のストライプだけじゃなくって、メーカーさんによったらそのこだわりの中でいろいろ2色入れたりとかするしてるところもあるようなんで、そういうところはおそらくです、一概には言えませんけども、平耳を使った方がストライプが目立ちやすいんで、耳の形状よりも配色であったりっていうのが好きな方は、平耳か巻き耳かっていうことよりもそのデザインで選ばれるっていうのも一つの選択肢やと思います。今日は、ここまでとなります。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今日もありがとうございました。で、おとといか、おとといの晩ご飯食べるのに、ちょうどまあ鍋やったわけよ。で、鍋でもうちょっとあの煮えてきてるから、もうさっき食べや言うて、でまあ、 嫁さんはまだあのキッチンでいろいろなんやかんやこう
なんか段取りしたりしてたんやけど、でその間俺も腹減っとったから、まあもう座って、でまあいつもの朝一本入れて、あうまそうやな思って、もうさっきもうしゃぶしゃぶってこうやって、で食べ始めてて、な嫁さんが、あちょっとそれちょっと待って、あれネギなかったな言って言うから、いやもうネギ最近なんかネギ、あの薬味のネギ入れてもあのすぐなくなるから、また追加追加でなんかもうめんどくさいから、もう最近もうネギいらんわ言ってで言うとったら、嫁さんがまあそんなん言わんとネギ入れえや、味もええし、いやまあ別にもうええわ、ほななんかだんだんなんかちょっとこう声の声色も変わってきて、いやなんで入れへんの、いやいやだから別にそんなこだわってないし、いやそんなんだけじゃないやんか、はぁってなって、なら、いやいやそんな健康のためにもええわけやん、だからまあ彩りもええし健康のためにそんな入れりや、いやまあそう言われたら別に余計になんかこっちも、いやもう俺ええってってなって、ほらいやいやもうそんなあかんって、そんなもう取ってくるんやから入れたらええやんか、えっほな入れるよ、ほなごめん取ってきて、で行って炊事場行って冷蔵庫開けてろうとして、あーって言ってるわ、何って言うたら、なネギ腐ってるで食べる、いらんわ言って、でその後まあスーッとこうネギなしで帰ってきて、でまあその後は健康の話とネギの話は一切なかったっていう話だったかなまあそんなことがありましたっていうことで。